池田市立五月山動物園は大阪府池田市の五月山公園にある動物園。1957年4月に開園した五月山山六に立地している。面積はおよそ3000平方メートルである。日本動物園水族環境会に加盟している動物園としては、鯖市西山動物園に次いで日本で2番目に小さな動物園である。1967年。 池田市とオーストラリアタスマニア州のローンセストン市の姉妹都市提携を記念してローンセストン市からベネット・ワラビーが寄贈される。1990年5月池田市とローンセストン市の姉妹都市提携25周年を記念してローンセストン市からワンダー、ワイン、ティアの3頭のウォンバットが寄贈される。1992年ワンダーとワインの間に桜とサツキが生まれる。 これは、オーストラリア国外で、初めてのウォンバットの繁殖であった。1993年、日本動物園水族環境会より、繁殖表彰を受賞する。2009年4月、ウォンバットテレビにて、当園のウォンバットのライブ映像による公開が開始される。2010年、イリュージョニストの引きと転向によって、アルパカのオークンとプリンが寄贈される。2015年12月、 王くんとプリンの間に、ケイくんが生まれる。2017年10月、タスマニア州の動物園から3頭のウォンバットが送られ、それぞれコウ、ユキ、マルと名付けられる。同年11月下旬、メスのウォンバット、ワンダーが28歳で死亡する。2018年8月8日から10月1日にかけて、ウォンバットをモチーフにしたゆるキャラの名前の公募が行われ。 応募総数196件の中から審査され、11月10日、ウォンちゃんに決定された。2019年12月21日、メスのウォンバと丸が3歳で死亡する。2020年1月、オーストラリア森林火災で野生動物に被害が及んでいることを受けて、支援のための募金箱が設置された。 ヒメォンバット2009年10月上旬に死亡した2歳の日本鹿が結核に感染していた疑いがあるとして同年10月10日から10月20日まで臨時休園した。休園中に残った鹿の検査を行った結果、5頭が発症はしていないものの感染していることが判明し殺処分されている。ありがとうございます。